王が三郎小手川英介の奇怪な犯罪小手川英介は同棲していた彼の愛人信子と友人の関次郎とを毒殺した罪で第一審で死刑の言い渡しを受けた彼の弁護士だった私は 彼の犯罪のうちにどうも腑に落ちない点があるのでおそらく無罪には何はしないかと思っていたので早速彼に控訴を勧めたところが彼はがんとして私の勧告を受け入れないでそのまま副罪してしまったしかし彼は処刑はされなかったというのは彼は死刑の執行に先立って 官房内ででを遂げたのである私がもう一度酵素の勧告に行こうと思っていると思いがけなく彼が自殺したという放置が来たそして同時に彼が獄中でしたためたところの藩士に毛筆で細々と書いた遺書が届いたのである私は一種異様な気持ちで彼の遺書を読んだそうして 私はその内容の危機解解なのに驚くとともに彼が彼の犯罪をあんなに容易に自白し第一審の言い渡しにいいとして副罪したわけが初めて分かったのだった私は遺書のうちからまず最も私を驚かしたところを引用してみよう手のひらの中に完全に隠れてしまうような小さな瓶ではあったが 手が激しく震えるためカカチカチと鳴った。その音が私の耳には私の悪事を家中に知らせる鐘の音のように響いた私はぎょっとして慌てて辺りを見回した店の前は今しも乗り合い自動車が大きな響きを立てて白い砂塵を上げながら漆黒していったところで23人の通行人はそれを避けるのに忙しく 暗い薬局の陰で私が何をしていようと気づく憂いはないのだった私を信じきっている店の老人夫婦は奥の方に引っ込んでいて少しも出てくるような気配はない私はホッとしてビンとビンとが触れ合う音を最小限に保ちながらようやく中身を入れ替えることができた アセチールサリチール酸と書かれた温ス瓶に証拠を証拠と書かれた瓶にアセチールサリチール酸を私は非情な努力で中身の変わった瓶をそれぞれの棚の上に乗せた私は頭がぼーっとして足が定まらずまるで酒に酔ったようだった喉が渇いてたまらないので そばにあっっったた水をぐっとあおった薬局の台につかまってしばらく息を沈めたあと私は囲いの外に出たそうして店の上がり口にそっと腰を下ろした私はもう一度注意深く外を眺めたが店の前を通る人はちらほらあっても誰一人私の行動を怪しんでいるようなものは見当たらなかった 私はたもとからたばこを出して火をつけた私はだんだん落ち着いてきたああこれで私の恐ろしい計画も半ば成功したのである私は小手川の遺書この部分を読んだ時に思わずぞっと身の毛がよだった機械文化の進歩するに従って 犯罪はますます深刻化すると言われているがこの小手川が考えついた殺人方法は実に陰険、残忍高知を極めたもので恐るべき正規末的犯罪であり一面から言うとこうしたことを考えつく彼の精神の健全さを疑わなくてはならないのであるしかし小手川は私の知っている範囲ではごく普通の人間だった 彼は総統の家に生まれ、不幸、母親は早く失ったけれども、格別の苦労もなく大学を卒業して、さして就職難も味わわないで、立派な勤め口を得たので、学校時代の友人に聞いても、また勤め先の同僚に尋ねても、どちらかというと内気で、温厚な青年紳士として通ってきたのだった。精神鑑定の結果も、別に異常は認められなかったのである。 が、ここにただ一つ見逃すことのできない特異性が彼にあったそのことは私が弁論中にたびたび繰り返したのであるがおそらく遺伝的素質であろうと思われるところの病的嫉妬である彼のこの病的嫉妬は彼の告白によると少年期にもしばしば現れたそうであるが青年期に移るに及んで 意の抑制にによってほとんど意識下に潜在せしめるこことととができたたいうことだったしかし彼が曽根信子に熱烈な恋愛を感じると同時にこの病的素質はがぜ多年の有責を破って踊り出したのである小手川の愛人信子については私は深く知らないが彼女はダンサーという職業を持っていた女に似合わず どっちかというと地味な母性型で一人の男性に忠実に仕えていくといった夫人だった裁判所では小手川と彼女との関係を単に同性している愛人程度にしか認めなかったが小手川は彼女が確実に彼の妻であることを主張していた父親はじめ親戚の反対で彼女を入籍させることはできなかったけれども小手川は どんなことがあっても彼女と別れる気はなかったのであるこの点では2人の関係を単に地上に過ぎないと見た裁判官は少し冷酷ではなかったかと私は思っている関次郎とノぶことがどういう関係だったかということは遺憾ながら私にはよくわからない関は小手川と高等学校時代からの友人で小手川にとってはほとんど唯一の親友というべきだった セギは、内気なな手川の親切な相談相手でもあったし遊び友達でもあった小手川をダンスに引き出したのもセギだし信子を紹介したのもセギだった従ってセギは小手川よりも先に信子を知っていたわけでもあるし彼女に対して恋愛的な感じを持っていなかったとは言えない彼女の方でも小手川よりは むしろセギのののにより多くの行為を持っていいたのではないかと考えられる点も少なくもないのである小手川は信子と愛知るとほとんど同時に彼女に熱烈な恋を感じたのだった彼が彼女を得るためにどんなに努力したかいかにあらゆる障害に勝とうとしたかまたどれほどの犠牲を払ったかということは彼の告白書を読むと 変質的な人間の執念の恐ろしさに思わずゾッとせずにいられないのである。前にも述べた通り、小手川より前にすでに相当親しかった蟹と信子との間には、恋愛に似た何者かがあったかもしれない。しかし、健全な人間が誰でもそうであるように、まして蟹は小手川とは親しい友人の間ではあるし、小手川のそうした半ば強敵な態度に対しては、 信子に関して傍観的にならざるを得なかったのだ一方信子もまた前に述べたとおりダンサーという職業に似ず怨霊な母性型の女だったから小手川のうるさいほどの情熱のためについ動かされて同棲するに至ったのだった小手川の情熱は信子と同棲の望みを遂げるとともに一変して恐ろしい嫉妬となった 彼の嫉妬の対象は誰でも頷けるように当然親友のセギであらねばならない彼の変質的な嫉妬は火の矢のようにセギの一心に集中されたのだったここまで書けばもはやくだくだしくはいうまい小手川がセギに殺意を生じたことは当然すぎる帰結であろう私は実は小手川の犯罪の動機については ありふれたものとして詳しく述べるつもりはないのだただ動機を全然省くわけにもいかないしそれに多少でも小手川の性格の一端を知らせるためにもと思ってできるだけ簡単に書いたのである私はむしろこれから書こうとする彼の犯罪の手段に重きを置いているものである親友・瀬木を嫉妬のために殺そうと決意した小手川は そぶりにもそれを表さないでネチネチと夜となく昼となくその方法を考え抜いた彼は犯罪学の書物を調べたり探偵小説や犯罪実話をできるだけ漁った彼が深夜そうした本に読みふけりながら思わず会心の笑いをニタニタと表した場面を想像するとすやすやと無心にネイル旅人の息を伺いながら 大きな出馬包丁を悠々と研いでいる鬼のような老婆の姿と少しも変わりがないような気がする彼は結局殺人というものはできるだけ大胆にズバリとやって積極的証拠を少しも残さないようにしよし嫌疑を受けても否認し通すというのが最良の方法だと考えたしかし気の弱い彼は聞いただけでも恐ろしい刑事部屋で あらくれ男に信仰まで攻め問われたり死体の写真を突きつけられたりしてはしまいまで否認し続ける自信はなかったそこで彼は比較的難しくてかつ発覚しやすい方法ではあるが絶対に嫌疑を被らない手段を取ることにしたがこれはその方法を思いつくのが容易なことではなかった小手側は腕力には自信がないし 担当やピストルなどの凶器を使うのもおぼつかないので殺害には毒薬を用いるほかはなかった彼はセギとは親しく交際しているし彼がただ一人で住んでいるアパートメントへも自由に出入りできるし彼が飲みそうなものの中へそっと毒物を入れておくことは極めて容易であるしかしセギが毒殺されたことが発覚したら 彼は少なくととも第一に参考人として呼ばれるだろう。その時に彼がセギの殺される前後にアパートメントに出入りしたとかあるいはひそかに毒薬を手に入れて持っていたとかいうことが知れたら参考人はたちまち被疑者になってしまう彼はセギが殺される時に絶対に彼のそばにいてはならないし毒薬を手に入れたということを人に知られてはならないのだ これは実に難しいことであるこんなことで小手川は「あれでもなしこれでもなし」と昼となく夜となくセギを毒殺する方法で頭を悩ましていたがふとした出来事から彼は素晴らしい方法を思いついたのだったそれはある日の新聞に小学校の教員が生徒にアスピリンを与えようとして 誤っっててて証拠を与えて即死させたたたとといいう記事が出ていたことだったアスピリント証拠とは小手川の調べた結果では経験のある人なら外観だけでも区別がつくしまた味によっても水に対する可用性の程度でも区別がつくはずであるしかし薬品の知識のないものなら信用すべき人例えば医師薬剤師などから与えられたら 気がつかずにに飲むに相違ないなのである小手側のこうした考えを助けた者にもう一つの新聞記事があったそれは某薬品会社がアスピリンと劇薬ピラミドンのレッテルを貼り違えて売り出したという記事だった専門家の間にでも時々にこうした間違いがあるとする仮に アスピリンのレッテルを貼った瓶に証拠が入れられて売られたとしてもそれは当事者の錯誤であるとして済まされないことはないだろうセギは決して虚弱な体ではなかったどっちかというと健康体なのだがどういうのか薬を飲むことが好きだった頭痛の薬は自薬のようにして飲んでいたし咳が出たといっては咳止め薬風邪をひきそうだといってはアスピリン というふうに、ちょっとしたことでもすぐ薬を飲むのだった。小手川は、セギのこの性癖を利用して、アスピリンの瓶に商工を入れて飲まそうというのだった。小手川ははじめに、アスピリン瓶に商工を入れたものを用意して、セギが何かの機械で欲しがったときにそれを飲まして、責任をアスピリンを販売した薬店に負わせようと考えたが、 この方法では小手川がひそかに中身を入れ替えたのではないかと疑われた時反ばできない恐れがあるもし蝉に中身が証拠であるアスピリンの瓶をかわすことができたらそれこそ小手川には微塵の疑いもかからない方法ではないかしかしそんなことが可能であろうかもし小手川の住んでいる近所に従って蝉の近所に なぜかというとセギと小手川はかなり近くに住んでいたから一軒の古ぼけた薬局がなかったら小手川もそうした考えは夢に過ぎないと諦めたであろうところがこうか不幸か小手川は彼の目的を遂げるために最も好都合な薬局を見いだしたのだったその薬局というのは老人夫婦と 息子の若い薬剤師の3人暮らしで若い薬剤師は何か他の仕事を持っているらしく始終外出していて薬局は開いているもののほとんど名のみで店のことは一切老人夫婦がやっているのだったいかに小手川がたくなんでも経験のある薬剤師にアスピリンと証拠等を見誤らせることはまず不可能であろうしししかしこうした店では、 もし中身をそっと取り替えておくことができれば老人夫婦は気がつかないで売るかもしれないアスピリンの内容を証拠とすり替えておくそれがセギに売られるセギは少しも気がつかないでそれを飲んで死ぬこんな偶然の連続がスラスラと運ぶかどうか甚ははだ疑問であるけれども もし順序よくいけば蝉の死んだ罪は薬剤師が負うこととなって小手川は全然嫌疑の外に置かれるわけである小手川はうまく工夫してその偶然をうまく連続させればいいのである小手川はこういう恐ろしいたくらみに考えつくと不自然でない程度でせっせとその薬典に出入りして息子の薬剤師と心安くなると同時に 老人夫婦ともすっかり仲良しになったそしていつとはなしに店の人と同じようになって時には心安立てに店番さえ頼まれるようになった今はセギがこの薬局にアスピリンを買いに来る機会を待てばいいことになったのであるところが薬好きのセギはいつも銀座辺りの大きい薬局で買って 近所の古ぼけた薬局を見向きもしなかった。しかし小手川は焦る心をじっと抑えて辛抱強く機会の来るのを待っていた話せば簡単であるけれども小手川がセギを殺そうと思い立ってこの古ぼけた薬局を利用することを考えつき巧妙に店の者に近づいて信用を得るようになるまでには相当の月日を経過したのだった。 彼はセギと信子の間については無関心であったかというとなかなかそれどころでなく一刻といえども彼らの間を疑わずにはいられなかったのである彼は信子はもとよりセギの眉の毛一本の動きからでも何かしら鍵出そうと努めていたのだったところがそのうちにセギがどうしたのか元気がなくなって 変に打ち沈んにちできたそして彼の憂鬱は次第にひどくなって日一日と憔悴していくのだった他に何事も考える余裕のない小手川はセギのこの異様な憔悴ぶりを無論信子と結びつけて考えないわけにはいかなかったのである彼はセギがきっと信子を手に入れようとして焦っているのだと考えた 彼はもうじっっとしていられなかった。彼はセギが自然に例の薬局に足を入れるのを待つべきでセギにことさらにその薬局に行くことを勧めるのはいささか危険だと考えていたがもうそんな悠長なことは言っていられない彼はある日セギに何気ない封をしていったどうも近頃君は元気がないねうん。 セギはうるさそうに生返事をしたどうもいけないねどこか悪いんだろう医者に診てもらったいや見てもらった方がいいねどうもどこか悪いらしいぜもし何だったら薬だけでも飲んだらうんこの先のほら古ぼけたような薬局ねあれでもちゃんと薬剤師がいるんだぜ 容体を言えば何か適当な薬をくれるぜ何今までうるさそうにしていたセギはこの時初めて返事らしい返事をしたそうかいあの汚い店に薬剤師がいるのかいそいつは知らなかったそれじゃわざわざ遠くに行くには及ばないこれからあそこで買うことにしよう後手側は閉めたと思った そしてもう話をそれ以上に進めずわざと他のことに紛らしてしまったその後セギはちょいちょい近所の薬店で薬を買うようになったそうしてある日小手川はセギの言葉からごく最近に彼がその薬店でアスピリンを買おうとしていることを探り出した彼は時が来たのを人知れずくくっと笑った そうして、この話の冒頭に述べたとおりそっと薬局に忍び込んでアスピリンと焼香灯を入れ替えたのだったある日関次郎はアパートメントの一室で冷たくなっているのを発見された取り調べの結果彼は焼香を仰いで死んだことが判明した 別に遺書らしいものはなかったがその少しも取り乱していないありさまは覚悟の自殺であることが十分うなずけるのだったただ不審なのは毒薬をどうして手に入れたかその経路がはっきりしないことだった小手側はもちろん内心ビクビクものであったがそんな色は少しも表さないで剣士の場に立ち会っていた彼の告白書によると いいよいよ自殺と決定した時には変にうれしさがこみ上げてきて困ったそうである警察官はセギの親しい友人である小手川についていろいろのことを聞いたあなたは何かセギが自殺の原因について心当たりはありませんかさあ最近非常に憂鬱になって元気がなく憔悴しているようでしたがどうもこれという心当たりはありません 彼がどこから毒物を手に入れたかご存じありませんかこの質問には小手川はぎっくりとしたしかし何気ない顔をして答えた一向存じません尋問が無事に終わった時に小手川はほっとしたそうして心の内で赤い舌を出したことは言わずもがなである小手川は 世銀をのぞき去ることにうまく成功したすべては彼の計画通りにいってあれほど存在を呪っていた旧敵は永久に彼の前から消え去ってしかも小手川は誰からも少しも疑いを受けなかった彼は世銀をトリックにかけて殺したことを少しも悔いなかったかえって心の重荷が降りてほっとしたのだったところが ああ、なんと呪われてあれ彼は非情な錯誤に陥っていたことを発見したなんとなれば彼は嫉妬の対象だったセギを殺してホッとしたのもつかの間で彼はまた何かしら異常な嫉妬に悩まされるのだったそれは嫉妬の対象がセギだった時に比べて相手が何者とも知れない無形の者だけに 一層苦痛は激しかった彼はすぐにセギを殺したことを後悔し始めた彼は信子についてセギがいなくなっても少しも安心していられなかったのであるセギが死んで23日すると小手川は嫉妬の妄想に責め悩まされた彼は髪の毛をかきむしりながら「ああ」 俺は気が狂いそうだ、と何回となく叫んだそうであるところが彼はセギを殺したことを別の方面から後悔しなくてはならない大事件が起こったのであるセギが死んでから45日たった日彼は日夜の半門にげっそり痩せて狂犬のように落ちくぼんだ目を光らせながら外から帰るとなんと 妻の信子が獅子をピクピクとけいれんさせながら旦那妻の苦しい息をついていた彼は危うく気絶しようとするのを耐えながら妻を抱き上げたが彼女はがっくり事切れてしまったその時に彼はふと妻の足元を見たそこには小さい薬瓶が転がっていた アセチールサリチールさんと書いたレッテルが踊り狂いながら彼の目を打った小手川が付近の人に発見された時には彼は妻の死体を抱きながら信子を殺したのは俺だと叫び続けていた彼はやがて出張した警官に 妻に証拠を飲ませて毒殺したことを自白した理由を問われた時に彼は最初は曖昧だったが後にはっきり妻が不定を働いたから殺意を生じたと申し立てた係官の頭にはすぐつい45日前毒死した蝉のことが浮かんだ蝉の死はその状況から覚悟の死と決定したのだけれども遺書も発見されなかったし 今の小手川の様子を見るとあるいはと思われたので係官はそのことを尋問してみたすると小手川は思い出したように「そうですそのとおりです」「セギも私が毒殺したのです」「彼は妻の不貞の相手なのです」とはっきり答えた しかし彼は毒薬の出所についてはがんとして口を開かなかったそれ以来小手側は彼の陳述を翻さなかった弁護人だった私はどうも事件に合点のいかない節があるように思われて何回となく小手側に真実のことを述べるように言ったが彼は彼の申し立てていることが真実に相違ないと言って私の言葉に耳を傾けなかった そのために彼はついに一審で死刑の言い渡しを受け私の忠告を退け直ちに服罪したことは前に述べた通りである小手川がなぜ妻を毒殺したと自白したかさらに進んで蝉を殺した罪までなぜ引き受けるに至ったかということは彼の遺書にしたためてあった事実を知るとややうなずけるものである。 彼が一審の言い渡しに服したのも彼はもはや生きていくつもりがなかったからだと思われるそこで小手川が伏在した気持ちはわかるとしてわからないのは彼の機械の犯罪である私は彼の遺書を読み終わるやいなや第一に彼の遺書中に出てきた薬局を訪ねた薬局は小手川の言った通り古びた貧弱な店で 老人夫婦とその息子の若い薬剤師とがいた私は若い薬剤師にいろいろと聞きたでしたが彼はセギにも小手川の愛人にもアスピリンその他の薬品を売ったことは肯定したが毒劇薬を売ったことはなくまた誤って毒劇薬を売ったようなことは絶対にないと否定したあるいはこの薬剤師は 彼に恐ろしい責任がかかることを恐れたためかまたは何かかかり合いになるのを避けるために嘘を言うのではないかと疑ったが話の様子ではこの青年はすこぶる真面目な責任感の強い男で決して卑怯に嘘を言うものとは思えなかったところで薬剤師の言葉が真実だとすると一体小手川の犯罪はどうなるのだろうか私は、 被告とは全く別個の立場から、蝉と信子とは合意の上司を遂げた者、ないしは信子が蝉の死に同情してその後を追った者、すなわち、二人の死は共に自殺であることを法廷において主張したけれども、それは別に確たる証拠があるわけではなかった。裁判官は私の弁論よりも、被告の自白に重きを置いたのだった。しかしか あるいは私の考えが当たっていたのかもしれないまたセは生前の憂鬱な様子から察すると何か訳があって実際自殺したのかもしれないのだ小手川は彼がセと信子の2人を殺したことを固く信じていたようだった事実2人の死は共に証拠の中毒だったしセの場合は不明だったが信子の場合は 足元に転がっていたアスピリンの瓶から、のの存在が検出されたのだった。ところでこれがセギの場合だったとしたらあるいは彼は例の薬局から中身の変わったアスピリンを買ったのかもしれないと言えるがもし仮にそうだとしてもセギの死に刺激されるべきはずの薬剤師が再び少しも気づかないで証拠をアスピリンだとして売るだろうか こんなことは常識では考えられない上に薬剤師自身は薬品の間違いは絶対にないと言っているのだからどうも変である小手側が何か思い違いをしていたのではないかと思われるさて小手側が思い違いをしていたとしたら関東と信子はどう解決されるべきだろうかなんと言っても 当事者が三人が三人ながら死んだ今日。永久に解けない謎である。